ドジャース大谷翔平投手、30、が、50本塁打、50盗塁、の偉業達成から一夜明け、2試合連続の52号本塁打を放った。本拠地でのロッキーズ戦に、1番 DH、で出場。5回の第3打席で中堅へ運んだ。前日19日、同20日、の敵地でのマーリンズ戦で6打数6安打、3本塁打、10打点、2盗塁と大暴れし一気に、50-50、を達成。2日間で4本塁打を放ち、9月に入って8本目とシーズン大詰めで量産している。球団の本塁打記録は、1年のショーン・グリーンの49本を抜き歴代最多記録を更新し続けている。ドジャースタジアムではこれが今季、通算ともに27本目。チーム154試合目で52号はシーズン約547本ペースとなる。8月8本は、22年にマークした8月の自己最多本塁打数に並ぶ。シーズン成績、打率2割9分6厘本塁打52本打点 122OPS1.012。ベッツも間近よの顔してる。ネクストにいたベッツ。マジで？といった表情。ベッツ引いてたをジャッジも抜いて村神様も超えていってくれさい。今日はブルペンデーで、パドレスもリードしている。なんとか勝ちたい状況での、勝ち越し。そりゃあ勝ちがある。あれだけ低めのナックルスライダーを意識づけされているのに、高めのストレート、ボール球、に対応できる大谷選手。素晴らしいホームランで52号。シーズン 54.78 ペースエア、この勢いがもし続けば、56号とか57号とか言ってしまうでしょ。ここに来て得点圏で神モードになる翔太に。低め低めを変化球で疲れて、相手投手が決め球として1球だけ投げた高めのボール球に差し込まれながらバックスクリーンに弾き返す。控えめに言って、化け物です。